マナです。ファンの皆さんにたくさん楽しんでいただける最高のライブにしますね。煉獄に囚われし魔人、我が命に従い悪辣なる異形を表せ。これで完全なる。次回地獄武勇伝イワシロード第2話、イワシを食べて強くなるだす。泣きながら食べると美味しくないぞ。最後にこれだけは覚えておけよ。そこのゴキリイワシ、そのイワシの名を。なぜなら響きがかっこいいからだ。